こんばんは、ふさおでございます。さあ、本日も引き続き、セブンナイス2イアルファ21、やっていきたいと思います。<ー>ということで、前回私はですね、なんと、AK を手に入れることができました。ナイス、ティアのクエスト。そしてですね、今、夜になったんですけども、夜のティアクエ、電源復旧ですね。早速やっていきましょう。アルファ21では、夜のこの、 クエスト初めてなんでちょっとドキドキしておりますがどんな感じに進化しているのかそれともクエスト自体はねうん似たような建物だったりとかリフォームされてるところもちょこちょこあるみたいな感じですねまあとりあえず 1.1km まあまあ距離ありますんで車両の冒険を探しつつえ向かっていきましょうエリア的にはまだこの先あーここか。 まあ全然行ったことないエリアですねはいはいまた新たな発見がありそうだな街のエリアこの P のマップ、えー、と03でスタートしましたっけ P の03だと思うんですけどこのマップって確か全部バイオームはとりあえずあるとは思うんですがこっちも緑の森のバイオームなんですかねあー見えてきましたここはあー何何何何何何すごい立派な建物じゃん これアルファ20からありましたこの建物はい到着いたしましたすごく立派な建物でございますそれでは夜のクエストおお <laughs> こんな感じでしたねいやそもそもねアルファ20の頃も何ていうんですかノーマルのバニラのちょっと待てよはい早速 AK 使っていくあれなんですよ バニラでね、そんな長いことプレイしない。結構早い段階で、モッドでプレイし始めたんで、私。だから、そこまで、この夜間クエストも確かアルファ2 0からでしたよね、これ、リリースされたのって。そんなに夜間クエストもね、がっちりやってないから、いまいち分かってないところも多いんですけども、さあ、そうこうしながら、漁りつつ、車両の冒険はありませんが、漁りつつ行きましょう。こっちから上がれば入ればいいのかなそっち開きね。はあはあはあ 全力疾走のゾンビさんたちが全力疾走で出迎えてくれますね。おい、ただ銃火器を持っているんです私は。弾もまだ余裕があります。レベルアップして。はあ、はあははあ、よし、来いこいいや、来ないよね。あっ、でも、フォージャーヘッド。あいいですね。パイプピストル。クオリティ5。あパイプピストルのクオリティ5まで作れるようになってるぞ。さりげに。ここ、あんまりチェックしてないんですけど。意外に作れるもの増えてますね。 米なんて入ってましたけど、ふとさん、あの、一生の作り直したら、結構いい品質作れるんちゃうみたいな <laughs>。確かに <laughs>。全然作ってないもんね。一回ちょっと一生の、あれ、一生のって今、レベルいくつまでいけるんのとりあえず一回作ってみましょうか。物は試しに。え <laughs>、出てた、食物繊維足りない <laughs>。ちょっと食物繊維だけ取らさせてもろって、これワンチャンさ、あれなんじゃない一生の、あはは、ほら<ー>。<laughs> ナイスコメント <laughs>。ありがとうございます <laughs>。じゃあ、修理じゃない <laughs>。 いやね、あれからだいぶ結構レベル上がってるし、マガジンもいっぱい読みまくってたから、ワンちゃん俺作れるようになってたんじゃないのかっていうコメントをもらって、確かにそうだと思って今作り直してみたら、品質後の一瞬の作るようになってました、私。<laughs> はい。素材が集まったら、パイプマシンガンもこれもね、作りましょうか。品質上げれるな、これで。よしよし。じゃあリロードしときつつ、ただ、今のところまだハンドがね、十分と。こっち回って。 もう復旧じゃん。あれ早いですね。復旧させましょう。時間がかかるんだね。あれこれで一発で行かなかった。いやー、なんか懐かしいな。すげえ前にやったことありますね。この電源復旧クエスト。はい。来ました。えー、エリア内を一掃する。それからエリア内一掃ね。はい、了解。で、これで鍵開けて外に行けると。はい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 。 電源復旧した後にエリアに留まりゾンビを一掃していきましょう。ただもう今のね、私にとってみたらですよ。エリア一掃はお茶の子さい,さいマガジンが欲しい。でもやっぱちょっと夜は嫌ですね。<laughs> 夜は嫌<や>だな <laughs> 足は。し日、早いもんな。見つめ合ったらもうダッシュしてくるんで。さこう、おっと何、何

エリアだけじゃないと思ってましたけどこっちに来ると地下道みたいな感じですごいちょっとあちょっとパイプでガタガタするの <laughs> すげえ <laughs> あ違うこっちに繋がってんだんどこだこれ庭お全然知らない場所に着いたぞこれエリアがそもそも違うのかあ蛇。ヘビヘビやっつけといてヘビはこれはちゃんとねヘビ肉取れますから さりげにはいあ隣の建物に来たんだははこれ回収させてもろっていやそんなことより車両の冒険 <laughs> まだ言う <laughs> いやずっと言いますよ私もほんで言うてですけどでも言うて今あれこれ入り口に戻ってきたなおそういうことただ一周回ってきただけであって あー庭に出たすごい隣に出たかと思ったら全然すぐ隣だったわ <laughs> でもなんならもう <laughs> 敷地内だよやっぱりそうですよねそうなりますよねこっから行ってこう行ってあ2階かか下から回っちゃった <laughs> そう多分道順にこれ違いますね正解正解の道順があるはずなんですけどもうちょっとわかんないからこっちいっときましょうかもうすでに自分で階段作ってはいお邪魔しまーす2階上がりまーす おお。び落ちてたぞ。落ちてた、落ちてたぞ。<laughs> まだ生きてんな <laughs>。ちょっとトリッキーな攻撃し始めましたね、ゾンビが <laughs>。待て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  <laughs>。あんまり余裕ぶっこいてんぞと。よくねえぞ、これ。あー、来た、車両の冒険。ナイスー。解体を押さないように気を付けて。これで今何冊目っすか。これで、今、私はマガジン十二冊目。あと八冊で。 私はミニバイク手に入れることができますあと飲み物食べ物系を行きときながらこっちあさってここも来てさっきましたマガジンはいモッドパーツからのこっちゴミ箱上は特にありますさらに上になんかすごいいっぱい来たすごいいっぱい来たすごいいっぱい来たるすごいいっぱい来たるすごいいっぱい来てる そうでもなかった。<laughs> そうでもなかった <laughs> あ、でここがゴールね。ああ、短いじゃないですか、意外に。あどうも。これちゃんと破壊されたさ、ドア越しに、銃とか攻撃が当たるようになったんですよね。昔は当たんなかったですよね。アルファ20からこれもまた当たってました、ひとして。はい、医療品ジャーナルゲットします。で、上のボックスから、はい。弾薬の小山からの、うーん、バッターか。バッター、まあいいでしょお ありがたいこの3ーポーチめっちゃありがたいこれ改造してここにつけていこうかよーしってるとこが1個増えたで3つ増えたのねオッケーこれめっちゃありがたいわ痛い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 、OK、そしてクリアさてこの辺も回収していきましょううん爆発しうん微妙まあでもティア2に期待しちゃダメですね前回もティア2に期待して あんまりいいもの入ってなかったからまこんなもんかいやちょっと待ったほら出た車両の冒険えっもう今期待してないから出ようかな思ったんですよ外にでここにあった雑誌見たらね車両の冒険来たお <laughs> おった。これはやっぱ都市伝説正解かもしれないっすあの前回これグリーンスモーキー1個取ったじゃないですかで いや、1個しか取ってないのになんかすごく出るようになった気がする勝手に <laughs> あと7冊これはいけそうですよ皆様で今家に帰ってきて早速ですね何の銃が作れるってパイプマシンガンをほら <laughs> パイプマシンガン見て品質を作れるようになってます私

こっちからこっちに持ち替えてこれで私は品質後のパイプマシンガンをゲットいたしましたそしてこれね品質2の AK と反応がまあ、でもそこまではないか作れない AK も品質2が知らない間に作れるようになっててパイプライフルパイプパ,ンパイプピストルとかショットガン使わないんですもんねで、えー、パイプバットンは品質後作れるようになってる知らない間にベースボールバットも作れるようになって るちゃでもこの辺まだ作れるんですもんね結局ね素材がないから。あーでも ああやっぱ AP だとかハンドガンああマシンガンこの辺はまだまだですね作れなさそうですねいやでもパイプマシンガンの品質後はここに来てめちゃくちゃありがたいなでえツールも確か作れるのが増えてたと思うんですけどレンチも品質3作れるようになってるわ連鉄が24機械部品8のダクトテープああありそうだなこれもちょっと作ってああだめ機械部品ないわ もう回車ぶっ壊して作りに行かないといけないいいとけですねこのペースはトレーダーハウスが開きましたので、えー、報酬をもらいつつ次のクエストも受けに行きましょうはいバッターの心構え、ね、ピストルの品質に7.6260発あーこれはじゃあクラフトスキル雑誌バンドルもらって1個しかありません何か在庫は、うん、えーっと前回クエスト受注するとき気になってたんですけどこれ大量発生した敵を一掃するこれ かからあったかな近くにゾンビの巣を発見したこの場所はコロニーの存在に関わる重要な場所だ、えー、ジ,ョジョエルズ USA にいるゾンビを一掃してこいゾンビの数が増え,る増えて動きが速くなり殺しにくくなっていることを忘れるな幸運を祈る了解、oh, さてほんなら、えー、敵が大量発生したエリアを一掃する前に、えー、物を売っていきましょうはい、えー、来ました皆様お待たせ6,090円貯めました 今のでねこれでちょうど物を売ったら6000円い,じゃないそして私はおじいちゃんの健房エリクサーっていいのかな合ってるのかな読み方おじいちゃんの物忘れ行きたいと思います購入そして私はですね今溜まりに溜まってこのスキルポイント何ポイント返ってくるかも重要っすよねこれでうーん何ポイントぐらい返ってくるのなら OK まあ、とりあえず飲んじまいますか飲ん <laughs> ちょっと待ってこれさ大丈夫飲んじゃってなんかつくって とい,た方がいいいたがものとかまラッキーはいいでしょラッキーよくてうんヘビーアーマーうんまこの辺はいいでしょう何をあげたあ有酸素運動なんか自転車しんどいよね自転車ね忍耐がま一気になくなっちゃうんだねうんあとはいや作れるもの作れないものは特にないですよねマガジンの方がで作れるようになってるんで今回は。 あくまで作れなくなるわけではないということなので、えー、飲んでみたいと思います。持ってね、それでは。行きましょう。物忘れいただきお本当に全スキルをリセットしますかポイントは全て返却され、他のスキルに使用するいただきますうんまいスポーツスキルポイントがリセットされましたそして、そうすると、私は17ポイント !17 ポイントまずは、 えー、コードエンジニアリング。あ、ちょ、っと待ってグリーンスモーキーは、えー、どこでこれ解放されるんだあ、レベル2だ。こっちだ、危ない、えー。レベル2、トンマ。えー、グリーンスモーキー。はい、取ります。で、次は、えー、レベル4。いける。グリーンスモーキー。レベル2いく。ミニバイオーオートバイクマスターはレベル6。お、いけるんちゃうんこれ。トントン。お、やばい、いけに入ってきた。いきます。トラックナッツ。トラックナッツ4までいける。知のレベル8。8。こっから2ポイントずつ減っていく。 84いけるんですねこれで次がレベル10ここはさすがに届かないかえっと233ポイントつくでもまあここぐらいまでいけばいいんじゃないあとピッキング上げときたいなせっかくここ上げんだらねとなると血のレベル1と4でいけるからピッキンググリーンスモンキーはもう次マックスまで行く必要ないのかなレベル10レベル10だとさすがにスキルポイントきついんでピッキングマスター1にいけるわ 金庫破りまでいけるようになったこれでよーしスタミナがリセットされてしまいましたがそれでこの状態でさっき報酬でもらったこの3つのランダムなクラフトスキル雑誌バンドル早速出るんじゃないですか今4まで行ってますから開けますオープンー <laughs> やっぱり都市伝説じゃなかったで車両2冊出たよ え、これはたまたま出たのかいやあげたからじゃないかなね雑誌レベル上げたからじゃないちょっとみんな15まで来たよこれ次のクエスト期待大じゃないですかよしじゃあお金もなくなってしまったので早速ちょっと向かっていきましょうよし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 いや やっぱねあれだねスキルレベルを自動車に振った瞬間ねグリーンスモーキーグリーンスモーキーまたまた言ってますけどグリーンスモーキーね本当はねもう癖で覚えちゃうとねずっとグリーンスモーキーだってまあまあいいでしょでね上げたらやっぱりねマガジン出るようになった都市伝説じゃなかったっすねトトロは本当にいたんだよみたいな話で当たりでよかったこれでもう次のクエストであと5冊ぐらいパッと出ちゃうんじゃないっす さっき1個しか取ってない状態で夜間クエストまあ普通のね民家1個回ったら2冊でしたね今のところ本屋さんとかまあ他のクエストもあってもよく出て2冊出なきゃ0冊なんですけど今のところ1個のクエストを受ければ2冊ぐらいは出てるんでただこれをグリーンスモーキーを取った状態でクエストを行ったらさて何冊私は回収できるんでしょうかさあ行ってみましょう大量発生クエスト行きたいと思いますちょっと待ってその前にさ

よーしーみんなーこれは激アツの情報だぜスタミナを削ってまででもスキルを振った方が出やすくなるっていう都市伝説、私は立証してみせました。でもまあこれ6000円だから、貯めたらもう一回ね、車、バイク作っちゃえればだよ。出来上がってしまえばまたリセットすればいいだけの話なんで、いや、こいつはいいっすそこにまたポストあるしの一回あさってからでしょ。一回このポスト漁あさって、ゾンビいるけど、車両出ないよね。 車両の冒険車の中から出ないかな車の中から出た試してないんですけど、ちなみに、はい、出ません。うん <laughs>。まあ、この辺はしゃあないでしょう <laughs>。さて、じゃあ,あ、朝りに行きましょうか。大量発生、行きましょう。エリアを一掃するポイント内に留まる。はいはいはい。でも、ゾンビマークはびっくりしたーゾンビマークびっくりしたーゾンビマークはドクロマークが1だからね。難易度が事前にわかるのがこれありがたいですね。はい、この辺も。 あさっておいて会場済み開けばはい大量発生してますねただ私はトリガーハッピーフサおまだいるでしょうこんなもんじゃないでしょうう関,係関係ないゾンビだよ関係ないゾンビならねどこにいるのかな電気からハンドガンは出ないかな出ないね成長じみコースが違いますねこっちかここ開くの いや赤変のかい, <laughs> いや今悪くふりだったでしょこの流れだけ行くとこっち側から回る感じああゾンビいるわどうしても倒しといてハンドガンの弾余裕あるのほんと助かるなバンバン撃っていけるもんなこれちなみに中に入れるパターンですねはい入った先には誰も今のところいませんアイテム漁っていくいやーいいですねこれはなんか先明るいぞ意外に ハードルがこのいやマジコメント欄ナイスでしたありがとうございましたこれはねそのお助けコメントなかったらこれ私一生たどり着けなかったかもしれないよっしゃいス最後いや全然大量やない,やないかいもっとドッと来てドッとねパニクっちゃうぐらいドッと来てほしいこれどうやって取るのこれこれたた叩くやつかなあすぐ取れた オッケーまだ後ろからゾンビが来てないことを祈ってはい。フード取ってく。さて、一撃目はスタンバトンでいけるかな？おいいけるいけタイミングがいや。すごい顔出てんな。タイミングがいや。ちょっとうん。もう行こう。もう行こう。行こう。はい、次の方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 はい。次の方、次の方いやり取り移動してます。はい、ak です。ありがとうございます。スキルポイントレベル1 5になりワンスキルポイントを使えるようになりました。ありがとうございます。 そしてトレーダーと話す。いや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 。いいですね。これさ、今日初日のフェラルの日なんですけど、初日のフェラルって全然敵来ないじゃないですか。だからそんなイメージあるんですけど、よっぽど今回のクエストの方が来たんじゃない今ゾンビ。いたんじゃないですっていう、このワンちゃんその可能性が高いんですけど、ここら辺もボックスあさっていこう。さて、問題は、これで車両の冒険が出なさそうなクレートボックスがそこの目の前に見えてますが、これで出るかどうかですよね。さすがに出ないか。 車これで本屋さん行ったこれやってから本屋さん行った方がよかったですよねそう考えるともう本屋さん見ちゃったもんね <laughs> だって <laughs> だってもう見ちゃったものこっちは薬拾ってはいさあいいでしょう小山拾ってあ違じゃあこっちが小山かこっちの小山拾いのこっちはクレートうーん普通ってことはまあやっぱでもクレート低賃金からはさすがに無理か。 はい行きましょうドンああフォージャーヘッドまあ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 、いいでしょうこれは弾薬ボックスいっぱい出ますねありがたいたいやもうこうなったらもういいねほんとねよし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 まあ、でも幸先いいんじゃないですかクエストでは拾いきれなかったですけどこの上何何かあされそうな雰囲気で出てませんこれいや特に今になんもないわ <laughs> ごめん <laughs> <laughs> なんかなんかあるかな期待したんですけど別にとくになかったですはいでこれはこのボタン押すとおおかっこいいこのシャッターいいっすねこれクラフトでこのシャッター作れるようになるのかなこの全自動シャッターかっこいいわあ特に何もあれわわかりないですねよしじゃあ戻りましょうかちょっと見た今見ました普通のポストで新聞んぶんで車両の冒険出るようになった やばっえー、今帰り道にねトレーナー行く向かう道の途中にねここのポストそういえば見てなかったなと思ってここもちょっと見ましょうか新聞あさりあいやさすがに2連続ないかいや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 これ新聞泥棒でも集まっちゃうんじゃないさあ戻ってまいりました自転車を置いて これでまたバンドルが出たらそのバンドルの中から車両の冒険が出るんじゃないかと私は期待しておりますがはいお待たせチェンバンドル,ンドルいやもうこれ <laughs> そこでバンドルでしょ普通違う いや、待てよ。ちょっともうお金がなくなってきたから、ああれっちの財宝五感もいいなぁ。ドアノブや長盤といった部品が新銃線などを敷知っていたけど、がドアから新銃を回復すると、学べば二度と玉切れることはない。あー、あれっちの財宝五感もいいですね。魅力的。これちょっともらっときましょうか。OK。そうかー。ってことは、これで1780円。まあ も1次回のクエストでうーん、物を売れたら約2000円ぐらいにはなるかな、この辺売って、1866円、動力パーツ、ロケラン、あ、2000円ぐらいやっぱなりますね、スクラップブーツも売っちゃおうかな、パッド入りフード、売っていって、2184円、あと3か、6000円で物忘れ買えるっていうのがめちゃくちゃでかいですね、マジで。 うん、で次の補充が10日なので弾は別に OK だしこれ繰り返していってそうだね次も大量発生の一層クエストを受けて今はもうお金とひたすら本だね経験値でも今これでちょっと待ってくださいよどうなりました私 えーと車両17冊も集まってるあと残り3でミニバイク行けるよみんなよし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 ちょっと都市伝説最高かこれちょっと待ってください余計アパケ来ましたよ今ちょっとクエスト向かおうと思ってたんですけどケアパケ落下これは今の私であればあれを取ったら車両の冒険をカッと一気にバンドルが手に入ればいいんですよね バンドルでおいささいいらっしゃいいらっしゃいおいでおいでおいでこっちだよこっちだよさてさてさて来ました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 あと着くさ見てみましょう今の私がクレドボックスを見ればきた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 きましたいやこれはいいちょっととりあえずここ読んどいてさあ行きましょうオープンいやでんのかいそこで So free, no one can stop me. Girls on the dance floor, boys they all want more. I'll show you what's in store. I need to stop moaning and let new sounds emerge. Or I'ma be found on the curb with a walkman on.